浜口光造は、日本の実業家。和歌山県出身。TBS 元社長室名横門、相談役、代表取締役社長。マスコミ功労者検証放送部門選出。和歌山県出身。1944年、上智大学文学部新聞学科卒業。1948年、放置新聞社に入社。1952年、 TBS の前身であるラジオ東京に展示、報道局ニュース部長、ラジオ本部ラジオ局長、大阪市社長、1973年取締役、1977年6月29日常務、1983年6月顧問権、TBS 映画社社長、1986年6月社長に就任、1989年6月29日、 社長を退任し、相談役に就任。1993年社長失名誉顧問。浜口は上智大学出身のマスコミ人で結成しているマスコミソフィア会の会長を務めた。夫人はラジオ東京の第一期女性アナウンサーだった武藤和子であった。趣味はゴルフ、料理。2013年12月。 東京都板橋区の自宅の庭で点灯し腰を痛めた後に脳梗塞を発症し入院治療。その後、リハビリをしていたが、2014年6月17日午後11時30分ごろ、再発性肺炎のため入院先の病院で91歳で死去。死の数時間前には、上智大学の神父から洗礼を受けられていたという。例名は、パウロ。母書は、 イグナ中央協会、クリプタ制度地下 A111 から4。2017年、マスコミ功労者検証放送部門に選出。同検証は、マスコミ界の発展に尽くした個人の功績を称える、ものであり、電通より発表された。ありがとうございます。